えっと、電車で GO っていうゲームが出たときにあの、それをその鉄道の運転手にやらせた話っていうのが僕結構好きで、あの電車で GO っていうゲームがあの、ちょっと前に流行ったんですけど、山手線とかでこう、あのその山手線の,その映像をそのまま使って運転するゲームっていうのがあったんですけど、ででそれをやった運転手が言ったのが、軽いって言ったんですよ。 要はその、あの、電車多分撮影した時に、早朝で撮影したんだと思うんですよね。で、そこの早朝のエンジン負荷で撮影したんだと思うんですけど、ただ、本来山手線ってお客さんがいっぱい乗ってるんで、ドーンってあのエンジンを最高出力にしたとしても、動き始めるまで時間がかかるんですよ。要はめちゃくちゃ重いから。 でもその早朝で人がいない時間とかに撮影しちゃうとこれぐらいの出力だったらこれぐらい前出ちゃうよねっていうのが朝はそうなんですよでも昼とかになるとやっぱりそこ違うんですよこの時間だとお客さんがいっぱい乗ってるからこの出力だったらこんな速さで前出ないよねっていうのはその運転手さんの感覚で分かることなんですよいやその重たさの感覚っていうのがでもその 自転、自動車乗る人とかでも、後部座席に2人乗ってると、やっぱりスタートの時のその前の沈み方とか、加速する時の加速の仕方とか、やっぱ違うっていうのが、感覚論でわかるんですよ。で、それがなんかその、何キロの人が乗ったから、なんかどれぐらい遅れるとかっていう計算式じゃなくて、体感で、あ、これなんか重いの乗ってるよね、とか、 これぐらい乗ってるんだったら、これぐらいの強さで押さないと最初出ないよね、みたいな。そこらいのその経験による感性というのが、割とその人間は結構その能力値として高いんですよ。で、その能力の高さってあんまりその、その数値化されないんですけど、 例えばその、えっと、車をバックで駐車場に入れるみたいなのってあのできない人結構多いんですけどでそれもその自分の体ではない1トン、2トンするような車のさらになんか2メートル先の車の後ろを自分の体のようにコントロールするみたいなのを割と日本人結構やるんですよ。 で、それって、本来自分の体だったらコントロールできるんですけど、その自分の体でもないのに、これ以上行ったらぶつかるよね、ここら辺だったら50センチぐらいかな、みたいな、謎の感覚というのを人間って結構能力として持ってるんですよ。で、自分の体を動かすというのは動物は、どんな動物でもできるんですけど、その自分の体でもない、その自動車だったり飛行機だったりというのを、その自分の体の一部かのような感覚として認識できるんですよ。 例えばその車のサイズがこれだから、こう曲がったらここぶつかるけど、この、ここで切ればぶつかんないよね、みたいな。自分の体でもないものを、あたかも自分の体で、しかもそこ見えてないよね、お前みたいな。なぜかそのトラックの後ろの方とかっていう、見えてるはずないところをこう、この感覚でここで切れば大丈夫、みたいなのが判断できるというのが、あの人間のその特殊能力だったりするので、そこは割と重要なんじゃないかな、と僕は思ってますよ、はい。